おはようございます、藤です。本日はですね、合宿なんですよ。ちょっと更衣室で撮っちゃったんで、着替えられずに困ってると思うんですけど合宿やな、はい、どちらから今日は。あ、今日は沖縄。沖縄から。あ、沖縄からです。あ、友達。友達です。友達か。沖縄から来てくれてます。今日何の合宿かっていうかね、この僕ら百年会館の10日合宿なんですよ。まあ普段僕の YouTube 見てくれてるでしょ。服中となんかめちゃくちゃふざけてるやんとか、チャランポラやんみたいな感じでね、ようめちゃくちゃうなずいてんちゃうぞ。まあようコメントくるんですけど、今日ちょっとね、本気のちょっと空手家としての服中と見せていこうかなと思いますので、お願いします。はい、それでは百年会館スナイオールジャパン合宿を始めていこうと思います。館長孫新礼。ボス。ボス。ボス。今の現役選手の中でもトップクラスのメンバーが集まって、今を引っ張っているメンバーですね。それとまあ多分今日は次世代を担うメンバーが集まってもらっているかな。共に今日明日と切磋琢磨して、技術の向上とですね、まあ、意識の改革、みんなで一丸となって JFKO なりタリオの大会、そしてレベルの全日本、みんなで取っていこうという思いで頑張りましょう。ボス。ボス。ボス。空手の一番の醍醐味はスピード、その次はパワー、テクニック、スタミナ、あとはもうみんなの攻防次第ね。どんな格闘技でも一番大事なのは足腰。何歩技が上手くても足腰が粘く強い子が勝つ。だから延長、再延長になった時に、あ、この子は負けるな、勝つなとかいうのは、もう大体この中心のブレがずれてくるともう大体分かる。下半身をまず強くするというのを一番頭に置いてほしい。以上です。頑張ってください。男子のコーチが福地優斗、福地優斗で、女子のコーチが、金山彩香支部長、2人に頑張ってください。おっす。ありがとうございます。おっす。おっす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 、
されましたね。おっす。あの車の中で寝てた多田さん。車の中で寝てた多田さん。どうですか。疲れました。1日目いい練習できました。はい、人の車の中で寝るってどういう気持ちなの。そうですね、記憶ないんで何とも言えないですけど、はい、勝手にご迷惑をおかけした。そして疲れた。疲れました。ちょっとなんかあれよな、ガチの練習会じゃん。はい。俺見たら腹がする。疲れたな。はい。いつもサングラスつけてる人俺やんか。はい。あの人もやってほしいな。来てほしいですね。全然来へんし、来らへんと思うけど。真面目に空手やってるとこ見たいな。はい。見していただきたいです。なあ、強いと思う？強いはずです。強いはずです。お前冗談ひざげる蹴ってなかった福中との。当たってないっす。あの人間って倒れなければバザレじゃないか。出た。蹴っちゃいました。2日目の福地です。おはようございます。遅刻しました。あのお前昨日9時半って言ってなかった。はい。言ってたよな。はい、すいません。本当。僕のせいです。マジで。9時半やって、俺起きたの7時40分だから。はい。待ってみた。なんか集合9時になってるやん。誰か書いたんかな。まあ偽物の福地、俺のホテルの場所間違えたけどね。あれどうしたんですか。違う方の福地いると福地の方がさ、俺のホテルさ取ってくれたんだけど、宿泊日が3月25日なんだよ。もう一回大阪来いってことじゃない。今日何日だった。今日19日だよ。ちゃんと取り直し送り届けました。迎えに行ってすぐ。脇汗かけましたわ。じゃあ2日目はもうスタミナ稽古ですか。スタミナ稽古ですね。はい。一番動画が映えるやつですね。そう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 。福地いうとが腹打ちをされるかされないかぐらいな感じですね。どういうことなんですか。内藤さんのやつ見たいですね。俺が叩いていい。あ、そうだ、ペア腹落ち俺が殴るな。いや、なんでなんすか。痛いじゃないですか。メニューはこの後見てたら分かるから。はい、分かりました。じゃあそんな感じで頑張ります。殴られ屋を殴りましょうか。殴られ屋1分間で毎回区切れるんだからね。爆発力やお。はい、行きます。よーい、30秒始めー。あら、なんかない疑惑あったな。今されてほしい。ちょっと何回言った。 22。 ただ途中手上げてない疑惑があった。それはあの動画で、確認してくれたら。そこのとこあのノーレップ次の大会で勝つもんね。はい
これで勝てるかな。はい、おい抜いていきたい、抜いていきたい、はい、はい、弱い弱い弱い、本田圭佑、本田圭佑のめちゃくちゃ好きで、その人が言ってる言葉がね、成功にとらわれるなと、成長にとらわれるな、僕自身めちゃくちゃ成功にとらわれてた。まあ内藤さんとかあなたとか知ってるけど、もう一番でなかったらもう死にたいぐらいの、まあこのね1年間ずっと怪我して試合出れなくて、でその時何をモチベーションになろうかと考えた時、あと自分自身の横の比較じゃなくて縦の自分がどんだけ成長できたのかできてないのかとっていうところが、心が折れずに頑張れたところです。やっぱ怪我があったりとか、試合勝てなくて落ち込んでしまった時、どうしていいか分かんない時、絶対あると思います。その時ね、自分のことだけが自分を一番信じれるんで、最後までめげずに自分のこと信じて、頑張っていってください。おっす。おっす。はい、それでは、オールジャパン合宿、稽古終わります。ね、おっす。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れましたね。めちゃめちゃ疲れましたね。もうほぼ組手しかしてないな。もうやりました、ね、組手オンリー、はい、なかなか多分こんなガチの組手をやる合宿ってないと思うわ。おっす。どうでした？疲れました。はい、疲れた。セカンド TD 疲れたけどすごく楽しかったです。充実した2日間でした。うざ、なんでちょっと好感度上げようとしてるの。いや久々やっぱ決算制度でもできて、やっぱ10万人もいけるんで。おっす、ありがとうございました。お疲れ、どうでした。いや、副首相と何回もスパリングしてもらって、お前と何回やんだよ。すいません、2日で10回ぐらいやったの。10回ぐらいやりました。やっぱすごいいい経験でした。ありがとうございました。阿部さん、疲れました。疲れた。視聴者に何歳に見えますかっていう、まあもう答えは教えないけどね。何歳に見えますか。おっす。このね、3人もJFKO 大会、僕が1年半ぶりに出る JFKO 大会出ますので、視聴者の方も YouTube で多分見れると思うんですよ。なんで、まあ僕だけ応援してほしいなと思います。僕らもお願いします。お前好感度持ってるよ。まあそんな感じで終わります。ありがとうございました。お疲れ様です。古賀先生です。阿部先生の師匠。はい、結構離れた状態。